どうも皆さんこんばんは。ユニオンクリップライブのお時間でございます。本日はですね、すいません、19時半からっていうふうに言っていたんですけれども、ちょっといろいろとありまして、20時からスタートということで始めさせていただければなというふうに思っております。で今日はですね、オーストラリアシドニーメンバーの、ナナさんにね、お越しいただくんですけれども、まあ、ちょっとナナさん今ね、お忙しいの、まあ、仕事の帰りとかだったりするので、まあ、少し到着が遅れているということでね、先に僕一人で始めてますけれども、もしね、配信の感想とか質問とかはいつでも遠慮なくコメントの方でお寄せください。よろしくお願いします。ということで、いつもね、ホッケーボーイさんとか、おわたまるさんとか、これはジオンさんでいいのかな、ジオンさんとかご覧いただいてありがとうございます。もし何かね、気になることとかがあればいつでもコメントください。あとクリタルさんも、今日は初めましてになりますかね。もし興味があれば最後まで聞いていっていただけると嬉しいです。ナナさんが到着し次第ですね、今月のユニオンクリップライブのテーマの、現地語の習得方法、英語の習得方法とかについて、海外在住のメンバーにですね、おすすめの勉強法とかっていうのを聞いていきたいと思います。おすすめというか、本人がやってよかったものとか、本人がやってためにならなかったものとか、そういう話をしていきたいと思ってますので、何かね、英語の勉強方法とか、現地語の勉強方法とかで聞いてみたいことがある場合は、いつでもコメントの方で教えてください。そのためにね、配信者に、聞いていきたいなというふうに思います。ということでね、ナナさんが来るまでは僕が一人でちょっとお話をしてつなぐ感じになるんですけれども、4月に入りましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？新生活始まってるよなんていう人もいたりとかするんですかね？もしなんか新しい新生活が始まってるよなんていう方は、どんな新生活が始まってるのかとかっていうのもコメントで教えてください。それについていろいろと、ナナさんが来るまでお話できたらいいなというふうに思っております。僕自身はですね、フリーランス、これで3年目に突入することになりました。なので、2年目から3年目に入るので、特に大きな変化っていうのはないんですけれども、このね、4月のタイミングで新しくまた大学に行く人もいるでしょうし、社会人になるよっていう人もいるでしょうしね、職場移動になるよなんていう人もいらっしゃるのかなというふうに思いますけれども、皆さん、新生活はどうですか？不安とかが多いですか？それとも楽しみとかの方が多いですかね？中地さんもありがとうございます。見に来ていただいて。もしこれ僕の声とか遠かったらちょっと言ってくださいね。マイクつけるのをちょっと今日僕忘れてしまっておりまして、今マイクはつけないでパソコンのそもそものね、このマイクで拾ってもらって喋ってる形になりますので、もし聞き取りにくいよとかあればね、もともと僕ちょっと滑舌があれなんで、それをね、抜きにしてもちょっと音声的に聞き取りづらいよなんていう場合は言ってください。よろしくお願いします。どうですか？今聞いてくださってる皆さんは、新生活とか特に今までと変わり映えはあんまりしないですかね？それとも新しい挑戦するようなんていう方がいらっしゃったら、どんな挑戦するのかなっていうのを教えてほしいなというふうに思います。でも個人的にはですね、この時期になると、入社式だったりとか、入学式だったりとかでね、リクルートスーツっていうか、真っ黒のスーツに、ワイシャツを着て、で黒い革のね、カバンを持って、世の中に飛び出してるっていうね、若者たちとかっていうのをよく見たりしますよね。定期売り場とか、駅の定期売り場とかに行くと、みんなね、新しい定期を買うために、行列になってたりとかして、そういう姿を見ると、4月始まったなとかね、なんか新生活が始まったななんていう気にもなりますし、結構微笑ましかったりとかして、僕結構この時期が好きだったりとかするんですけれども、すみません、ちょっと鼻がね、かゆくて、ちょっと鼻をかきながらになるかもしれませんけれども、ご了承ください。ナナさんはこれはどうなってるんだ、ちょっとかなり遅れてますね。ということでね、このタイトルにあるオーストラリアワーホリで語学力は伸びるのかっていうのはね、この今現在オーストラリアでワーホリをしているユニオンクリップメンバーのナナさんという方とですね、つないで、お話をする形になりますので、ちょっと今ね、仕事から帰ってる途中ということで、なかなかね、ちょっと遅れてしまってるんですけれども、それまでは僕一人で話していこうかと思ってますので、配信の感想とか質問とかはいつでもですね、コメントの方で回答してください。でね、今言ったみたいに新生活が始まって、みんな新しい同期だったりとか、新しい同級生と出会って、初めてね、入社式の後とか入学式の後とかにね、一緒にご飯とかに行って、そこでぎこちない会話とかをしてる姿とかを見るのがすごくですね、自分もこんな時期あったな、なんていうふうに思って、すごい昔を思い出させてくれてね、微笑ましい気持ちになるんですけれども、
皆さんはどうですか？人と喋ったりとかするの緊張するタイプですか？その入社式とか入学式とか、結構こう、友達に簡単になれるタイプなのか、ちょっと人見知りしちゃうよというタイプなのかとかね、もし何かエピソードとかがあればコメントで書いて教えてほしいなというふうに思いますけれども、皆さんいかがでしょうか？僕は割と話せちゃうタイプかなっていう気はしますね。なんかこう、席がたまたま隣になった人と、結構こう、自分からいろいろとね、挨拶から始まって、いろいろ聞いたりとかして話を広げていって、なんとなく知り合いぐらいにはなれるかなっていう感じではあるんですけれども、なかなかね、そういうの難しいよっていう人もいるでしょうし、難しいよっていう人の場合はね、こう、なかなかこう、新しい仲間っていうか、同期だったりとか、同級生とかとね、こう、友人関係になるっていうのが少し難しいよなんていう方もいらっしゃるのかなというふうに思いますけれどもね、無理やりね、友人関係とかになる必要っていうのは全くないので、別にそれを強制したりとかする必要は全くないんですけれども、でも同期とかってね、多分こう、すでに社会人の方とかっていうのはもう分かると思うんですけれども、同期ってかなり大事だかなって、個人的には思ってるので、こういう同期とかっていうね、交流っていうのを幅広くしておいた方が、会社員としてはいいんじゃないのかな、というふうにもね、思ったりしますよね。フリーランスになってしまえばね、フリーランスももちろんその人脈とかっていうのは大切なんですけれども、こう、一緒に継続的にお仕事をする仲間っていうのはそんなに多くありませんから、そういう意味ではね、あんまりこう、その場限りの関係性であっても仕事っていうのは成り立っていくんですけれども、同期とかっていうのはやっぱりね、一緒に仕事することはないにせよ、同じ会社の悩みとかっていうのを共有できたりとかするっていう意味ではね、僕もよくですね、横浜に万葉クラブっていう、温泉があるんですけれども、仕事が終わった後は同期とそこに行って、お風呂に入りながらですね、会社のことをあらこうだ言ってたっていうのもね、結構今ではいい思い出だったりとかしますし、ああいう時間って結構大切だったなって、個人的には思ってたりとかするのでね、新生活でいろいろ始まって環境も変わってる中かなというふうに思いますけれども、そういうふうに積極的に新しい人脈っていうかね、新しい交流っていうのをどんどん広げていっていただけると、皆さんいいのかななんていうふうにね、僕、誰様、何様だいって話ですけれども、個人的にはそういうふうに思いますとね、いう感じですね。海外とかに行くとね、あんまりこう仕事終わった後とかのこう付き合いとかっていうのは日本ほどありませんので、例えば飲み会に頻繁に行くだったりとか、同期同士でもこうね、遊びに行くとかっていうのは、多分日本ほどはないんじゃないのかなっていうイメージがあります。僕自身もイギリスに住んでた時は、仕事が終わってから職場の人たちとどっかに行くとかっていうのはほとんどしなかったんですよね。お互い望んでないような雰囲気だったので、でもそれがある種当たり前っていうか、そんな感じだったのでね、していなかったんですけれども、それはそれでね、自分の時間がしっかりとできて、自分のやりたいことに時間を費やせるっていう意味ではね、すごくいいんですけれども、例えばこう会社の業務上の悩みとか、そういうね、対人関係の悩みとか、そういうところを打ち明ける場面っていうのは、確かに少なかったなっていうふうに思いますので、そういうのをね、例えば人に言わなくても解消できる人とかっていうのは、海外生活とかっていうのは結構向いてるのかなっていうふうに思いますよね。会社の悩みとかをね、友達とかに言ってもいいのかなというふうに思うんですけれども、友達とかに言ってもね、結局それって何が辛いのか分かんなかったりとかしたりね、受け入れてもらえないっていうか、こう悩みを共有できなかったりとかする場合っていうのも結構多いのでね、そういう意味ではやっぱりこう同じ会社とかね、同じ組織でね、仲間っていうのを作っておくっていうのはすごく大切なのかなというふうに思いますし、仕事しやすかったりしますよね。他の部署の人を紹介してもらえたりとかするとね、社内で人脈も広がっていきますし、という感じですよね。ということでね、僕もだいぶ今ね、10分ぐらい一人で喋ってるんですけれども、ナナさんがですね、どうなっているんでしょうか、これは、という感じですね。もしあれだったらね、最悪僕が一人で30分ぐらい喋って、今日のライブ配信は終わりという感じになってしまって、すごく悲しいんですけれども、もし今聞いてくださっている方もですね、僕、イギリスのワーホリをしていたりとか、セブ島に留学をしていたりとかしますので、もしそういう関連で聞いてみたいことがあれば、いつでもコメントの方を寄せください。で僕自身はですね、これユニオンクリップっていう風にライブ配信でも名前ついてるんですけれども、ユニオンクリップっていう名前で海外在住の日本人のコミュニティを運営しております。で主にですね、こう現地在住者からの、現地在住者が発信するさまざまな情報っていうのを動画にして皆さんにお届けするというような、海外情報メディア的なことをやってます。なので動画なのでね、主に YouTube に、動画を投稿しているんですけれども、例えば、海外の街ぶら歩き動画だったりとか、あとは渡航の際に役立つハウツー動画ですね。例えば、空港から市街地までの行き方だったりとか、現地でのこう交通の、ね、システムのこう紹介だったりとか、バスの乗り方とか、交通以外にもですね、こう海外生活者の支援とかもしてるので、例えば家探しのポイントとか、家探しのコツとか、おすすめのエリアとか、
まあ、もちろん観光情報で言えば他にもね、こう観光スポットのオープニングアワーとかね、こう時間とかそういうものも紹介したりする動画を作ったりとか、まあ、あとは海外在住者のね、そのユニオングリップメンバー同士で交流をする動画ですね、対談動画みたいなものをやってます。で、この対談動画っていうのは、まあ、そのお互いね、海外在住者ならではの悩みだったりとか、そういうところっていうのをこうお話をして、まあ、今後海外に行こうと思っている方にですね、まあ、海外に住んでいる人たちってこういうところで悩んでるよとか、そういうものを共有させていただいて、何かね、こう日本から海外に行くときの準備のこう一つのね、こうまあ、役に立てばいいなというところで、そういう動画をアップしているという感じがユニオンクリップですというところですね。まあ、一応思いとしてはね、一人でも多くの人に海外経験してほしいななんていう思いがあって、こういうライブ配信をやってます。まあ、というのもですね、やっぱりこう日本ってすごく恵まれている国でね、日本で生活していると何不自由なくね、生活できたりするんですけれども、まあ、それがゆえにですね、まあ、あの日本でのこの幸福度ってなかなか高まりにくかったりとかするんですよね。というのもこう、まあ、言葉を選ばずに言うと贅沢なので、贅沢病というかですね、よりもっとこう贅沢を求めがちというか、そうなったりとかしていて、いつの間にか日本に対するね、こう、まあ、肯定感っていうか、まあ、満足度っていうのが下がってたりとかするんですよね。だから日本って結構もう終わりだとかっていう人結構多いんですけれども、まあ、海外に行ってみると、まあ、いかにね、日本でその生活が恵まれてたのかっていうのが実体験として、おそらく、まあ、皆さん認識することができます。で、多分海外に行っても、いや、海外の方が雰囲気が合うなっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうし、そういう方の場合はね、海外在住が多分似合ってるということで、海外に住めばいいという選択もすればいいですし、まあ、でもね、海外に行った時に、いや、日本の方がいいなと思えたら、日本での生活っていうのはね、より一層ね、こう幸福感を増した状態で生活できるのかなというふうに思いますので、そういう意味ではね、一回海外に行ってみるっていうのはすごくいい経験なのかなっていうのは僕の実体験としてあるので、まあね、ぜひそういうふうに一人でも多くの人にいろんな海外の文化だったりとか、そういう経験をしてほしいなというところでね、なかなか皆さん英語が喋れないと海外旅行とかするよってなった時もね、ハワイだったりとか韓国とかね、アジア圏が多くなったりしがちだと思うんですけれども、まああのね、そういう海外の文化とか世界の文化って世界ってとても広いですので、ハワイとか韓国とか以外のね、国でしか味わえないようなこう価値観だったりとか文化とかっていうのがたくさんあるのでね、そういうところに触れて初めていろんな地域とかいろんな国のことを比べて、あ、それでも日本っていいなっていうふうに思えたら日本に帰ってきて日本で生活すれば、おそらくですね、日本で仕事をしていても、まあ、生活していても、不満ってね、結構なくなると思うんですよね。むしろこう誇り高く住んでられるっていうか、自分がやってる仕事にも誇りを持てるというかね、そういうふうになれると思いますので、そういうふうになると結果的にね、あの生活している皆さんのこう幸福度高まるのかなというところで、じゃあ僕たち何ができてるのかっていうと、海外在住してるんであれば、そういうふうに一人でも多くの人が日本から海外に来れるように、そのハードルを下げるっていうね、でハードル下げるイコール、まあ、情報提供とかね、あのこう日本から海外に行くときに現地語分からなくても情報が拾えるっていう、そういう状態を作れればいいのかなというのが、まあ、ユニオングループのこの活動の、まあ、意味というかね、定義という感じになっておりますので、もしね、あのこのショールームではライブ配信という形で、僕、ユニオンクリップリーダーの僕と、現地在住のユニオンクリップのメンバーで、こういうふうに毎週末ですね、あの1人ずつメンバーをピックアップして、1ヶ月間共通のトークテーマで、いろいろお話をしています。で、今月に関して言うと、現地語の習得方法というね、これがトークテーマになりますので、それぞれのメンバーがですね、こう現地語をどのように習得していったのか、どういうふうに勉強していたのか、逆にどういう勉強方法は特に役に立たなかったのかとかっていうのをシェアさせていただいて、今後海外留学だったりとか、ワーキングホリデーとかでね、海外に行こうと思ってらっしゃる方のこう勉強のね、こう一つのこう、まあ、きっかけになれればいいなというようなものがライブ配信です。ライブ配信もですね、途中から聞いてくださっている方とかね、聞き逃してしまった方とかっていうのはですね、僕は後日これ YouTube にアップしていますので、そちらアーカイブとして利用していただければ何回でもね、聞いたりとかすることができますし、まあ、ライブ配信比較的ね、まあ、30分から45分ぐらいという形で長いですので、まあ、ずっと画面見てる必要は特にないですよね。あの今回の僕たちのライブ配信も、まあ、Zoom の画面っていうのをずっと出していて、僕とそのメンバーっていうのがね、2人も出てる状態なんですけれども、まあ、基本的にはずっとおしゃべりをしてますので、まあ、そういうふうに何か作業しながらとかですね、聞いていただければ、まあ、作業用の BGM っていうかね、こう何かこう作業しながら耳から聞いて情報を取り入れていただければいいのかなと。いうふうに思いますので、そんな形で活用していただけると嬉しいです。まあ、で、せっかくライブ配信なんでね、まあ、聞いてみたいこととか、そういうことに関しては、いつでも遠慮なくコメントの方ください。僕たち多分喋ってる途中でもコメントいただければ、そのコメントにね、返信させていただくというかね、あのそのコメントをもとにね、またトークを展開させていただきますので、そこはね、遠慮なくコメントの方ください。よろしくお願いします。という感じなんですけれども、ここまで喋ってもなかなか、まだですね、奈々さんからの連絡がないということで、どうなっているんだろうかという感じではあるんですよね。
そう、今日もともとね、ちょっと僕があの友人の結婚お祝いのですね、こう、まあ、グラスと、お酒を買いにですね、ちょっとお出かけをしておりまして、まあ、その影響でちょっとね、もともと19時30分からスタートの予定だったんですけれども、19時30分回ってしまいそうだなということで、ちょっと8時からでもいいですかという感じでね、一回お願いをして、でまあ、それでね、OK だったんですけど、まあ、8時からじゃなくて7時半からにしていても、あ、結局間に合うなということが発覚して、もう一回7時半からでもどうですかみたいな感じで言ったところですね、奈々さんもね、お仕事帰りで、このライブ配信をやってらっしゃるということだったので、まあ、8時の方がありがたいということだったので、8時からスタートだったんですけれども、ちょっとね、まだ連絡がつかない状態ということで、まあ、残業とかしてらっしゃるのかなというところでもありますけれども、もしね、今日ちょっとまた時間が合わなかったら、まあ、奈々さんはね、後日また登場していただこうかなというふうに思いますので、まあ、今日はね、この語学力、まあ、現地語の習得方法ということでね、まあ、僕バージョンのお話をしてもいいのかなと。いうふうに思いますので、まあ、そんな感じで始めていただければいいかなというふうに思いますね。まあ、なのでね、今、せっかく聞いてくださっている方も、まあ、きっとね、こう海外留学とかワーホリとか、まあ、特に今回だとタイトルオーストラリアワーホリなんでね、オーストラリアワーホリとかね、あとこう英語学習とかに興味がある方だと思いますので、実際に海外で生活している人ってどのくらいの語学力があればいいのかとか、どういうふうに勉強していくのかとかね、まあ、それを元にお話ししていくんですけれども、自分的に気になることがあれば、ね、いつでもコメントの方で書いてください。よろしくお願いします。なんですけれども、ちょっと僕、鼻がね、異常に痒いんですよね。花粉症なんですけど、なんか喋ってるとね、この鼻の先が痒くなってくるんですよね。原因はよくわからないんですかという感じですね。皆さん花粉症とかないですか？僕はもう花粉症ひどすぎて、もう最近毎日のように薬を飲んでおりますけれどもね、なかなかね、花粉症の薬飲んでも効かないようなんていうこともあったりとかして、結構つらいんですけれども。いや、花粉症ってつらいですね、やっぱ。しんどいな。うん。ということでね、まあ、なんだかんだもうお話をし始めてから、まあ、もうすぐ30分経ってしまうのか、これは。30分か、どうしようかな。これは今日は奈々さんを諦めて僕バージョンでお話をしますかね。ということでね、まあ、現地語の習得方法ということで、まあね、この4月はユニオンクリップのメンバーと一緒にいろいろお話をしていきたいと思います。まあ、オーストラリアだったりとか、イギリス、フランス、ドイツとか、さまざまな国からの、ね、メンバーが登場しますので、まあ、いろんな勉強方法を聞けるというふうに思いますし、まあ、そういう勉強方法を聞いて、見比べていただいて、まあ、自分にどういう、ね方法が合うのかっていうのを、ね、こう確認していただければいいのかなというふうに思います。そんな感じで使っていただけると非常に嬉しいです。ということでね、まあ、じゃあ僕のこう現地語の習得方法っていうのはせっかくなので紹介したいかなというふうに思いますけれども、僕の現地語の習得方法は、まあもう学校に行っちゃいました。語学学校に行くっていうのが、個人的には一番手っ取り早いかなっていうふうに思っています。もちろんね、お金をかけないで勉強する方法もたくさんあるんですけれども、やはりね、お金をかけて勉強する方が、やっぱ早いのと、あとはね、責任感っていうか、まあお金を払ってるからやらないとっていう気持ちにもなるっていうか、それはまあ決して焦りとかそういうわけではなくて、まあ責任感の一つだと思うんですけれども、そういう気持ちが芽生えます。どうしてもね、お金かけないとか、なんか自分でプレッシャーかけなかったりとかすると、まあ、別に今日 やらなかったからといって、特別何か自分に損害が被るわけではないですよね。そういう環境を整えてしまうと、やらないやらないが続いていって、いつの間にかやらないということがね、結構あるあるだと思うんですよ。で、僕ね、これなんかの本で読んだんですけれども、人間がですね、何かを習慣化するためには、35日間連続で同じことをやるっていうのがすごく大切みたいで、35日間同じことをずっとやってると、それが習慣化されて、その36日目以降は同じことをやっていても苦じゃなくなるということなんですよね。で、そういうふうにその35日間そもそも続けるのって結構難しかったりとかすると思うんですよ。よほど意志が強くないとね。まあでも、例えば語学学校とかで半年間語学学校行くよとかってなった場合、例えばね、こう数百、まあ、100万円ぐらいですね、授業料としてこう使うよとか滞在費含めね、そのくらい使うよっていうふうになってしまえば、もうね、英語勉強するしかなくて、もう本気になるんですよね。100何万円払ってもやらないなんていう人はね、なかなかいないのかなというふうに思いますし、まあ、もちろんね、こう、特にお勧めしたいのは、自分のお金で語学学校に行くっていうのがすごい大切だと思います。例えば、親の金だったりとかすると、結構ね、まあ、甘えてしまったりとかする可能性もあるんですけれども、自分で稼いだお金で行こうと思えばですね、決してそんな無駄なことできませんから、
僕おすすめの勉強方法、僕の現地語の習得方法は、そういうふうに自分で、用意したお金で語学学校に行くというのが一番良かったかなというふうに思いますね。で、まあ、語学学校に行く上でも、まあ、国選びとかっていうのはすごく大切なんですけれども、まあ、個人的にはですね、やはり、ヨーロッパとかね、欧米圏に、まあ、留学に行くのがいいのかなというふうに思います。もちろん日本人が少ないというのもそうなんですけれども、日本人以外もですね、こう世界各国から、さまざまな国籍の人が留学に集まるっていうのが、欧米圏の特徴だったりしますよね。例えばですね、こう、オーストラリアとか、まあ、ニュージーランドとかね、あとフィリピンとかっていうところだと、結構ですね、こう、なんていうのかな、語学、学校に来る生徒の割合、国籍の割合とかっていうのが、結構ね、こう偏ってたりするんですよね。その反面ですね、僕、イギリスの語学学校に行ってたんですけれども、イギリスの語学学校に行けばですね、僕、高校生の時にもオーストラリアで語学留学していたっていう経験もあれば、フィリピンで語学留学していたっていう経験もあるんですけど、そこに比べるとやっぱりね、すごい様々な国のこう生徒っていうのが集まってくれてました。というところでね、このタイミングでまさかのナナさんが参加できるということで、ちょっと一緒につないでみたいと思いますけれども、こんばんは。こんばんは、ほんとごめんなさい。遅れてしまって早速始めております。っていうか、多分もう30分ぐらい喋ってますね。もしもし。時差が、サマータイムで1時間早くなったのを忘れてて。あ、なるほど。で、私、あと30分後にスタートすると思ってたんですよ。なるほど。そう。2時間違うから。で、そしたら、待ってみたいな。もう今1時間しか時差ないじゃんって思って、もう30分始まってんじゃんって思って、ごめんなさい。始まったんすか、これ。そう、先週かな、なんか、いつか時間が1時間変わって、で、今、プラス1時間ってことですか？そうなんです。だから、いつもだったら7時半から始めてるじゃないですか。うん、だから、オーストラリアのいつも9時半っていうふうに思ってるんですよ。で、そしたら、で、今ちょうど9時半なんですね。はいはいはい。で、それでメッセージチェックしたら、なんか8時から始めますって書いてあって、で、そこからいろいろ記憶が蘇ってきて、今1時間しか時差ないじゃんって思って。なるほど。本当ごめんなさい。いえいえ。ということは、あれですか、もし今度からやるってなったら、日本時間の8時半か9時頃からがいいと思うんですよね、はい。あ、いや別に何時でもいいんですけど、もう今働いてないんで。あ、そうなんだ。そのなんで今まで通り同じ時間でも大丈夫なんですけど、その1時間違うっていうことを忘れて、ごめん。今どんな感じですか？今はですね、はい、僕の、現地語の習得方法を喋ってました、もう。ありがとうございます。何感じ？No, I go there. I go there. そう、海外だとね、こう、サマータイムっていうのがあるんですよね。まあ、ヨーロッパもそうですね。ヨーロッパだけだと、急に時差がね、変わったりとか、この辺の時間感覚を調整するのは、結構僕も当時やってたんで、はい、お気持ちをお察しします。Yeah. 感じですね。あ、ちょっと今、ちょっと、もう一回お願いします。そのサマータイムとかっていうのは、ヨーロッパでもよくあるんで、はい、そういうふうに急に時差が変わってるとかっていう感じになって、まあ、いつの間にかミーティング時間がこうずれてるとかっていうのは、はい、結構僕もあれあれだったんで、まあ、お気持ちはお察しますって感じです。ありがとうございます。はあ。っていう感じですね。そうなんですよ。そうそう。日本の皆さん、もしかしたらね、何しとるんだよとかっていうね、コメントで溢れ返る可能性もありますけれども、ご容赦くださいという感じで。はい、ありがとうございます。そうですね。なんでせっかく奈々さんにお越しいただいたんで、ここからは奈々さんのお話をね、まあ、ちょっとこう手短にはなるかもしれませんが、パパパパパッと聞いていきたいなというふうに思いますので、視聴者の皆さん、ここからはですね、はい、オーストラリアワーホリモードに切り替えて聞いていただけると嬉しい。はい、いうふうに思います。で、無事に、ナナさんが到着しましたので、オーストラリアワーホリだったりとか、まあ、そのオーストラリアでの英語力の習得方法とかね、気になることがある場合は、いつでも遠慮なくコメントの方に書いてください。よろしくお願いします。その都度に聞いていきたいと思います。はい。ということでね、早速なんですけれども、ナナさん、こう、ナナさんのこの現地語の習得方法って、
どんな感じで現地語を習得したんですか？はい、もう話して、学校は一回も行ってなくて、オーストラリア行ってから。で、私のやり方としては、その仕事をしながら英語を学ぶ、友達と喋りながら英語を学ぶっていうやり方で、私は話すメインでいつも英語を勉強してます。なるほど。全然別に学校に行かなくても、はい、そういうふうに友達と話すっていう感じで、割と英語力は上達しちゃいましたか？でもやっぱりさ、上達しましたね。その、まあ、周りに恵まれてるっていうのもあるんですけど、その優しく話してくれるとか、やっぱりそのどちらかというと英語がその第一言語じゃない人たちと話すことによって、やっぱ相手の例えば韓国人だったりとか台湾人とかも、その留学してきて英語を学んでる友達でも自分よりも全然喋れる友達を作ると、そのすごい優しく教えてくれる、同じ道を通ってきたからこそなんかすごい察して話してくれるので、そういった意味では全然会話しながら、なんか分かんなかったら Google 翻訳とか使ったりとかしてなんかやってますね。なるほどね。別にあれですか、はい、そういう、まあ、学校に行かないでやるってなると、まあ、例えば正確な文法とか英単語とかっていうのは、はい、まあ、分からなかったりとかするのかななんていうふうに思うんですけれども、はいはい、その辺りは別に特にこう気にしなくても、まあ、コミュニケーションは取れるっちゃ取れるっていうことですか？そうですね。でもやっぱりそのコミュニケーションは取れるんですけど、やっぱ文法がちゃんとしてると伝わりやすいっていうのはあります。でもやっぱそのオーストラリアは特に多国籍文化だから、自分が言ってることの文法が違かったとしても、その汲み取ってはくれます。あ、こういうこと言いたいんだなみたいな。あとやっぱ私が話したことに対して文法をなんかちゃんと正しくして返してくれる人もいるので、はいはい、そういった意味で日々コミュニケーションは。なるほどね。じゃあでもこう正確に英語を学ぶっていう面に関して言うと、はい、そういうふうになんか仮に、間違ってても相手がそれで理解しちゃうから、会話が進んでいくから、ある意味こう、はい、バッチリ直すタイミングとかっていうのは意外とそのスタイルだとなさそうですよね。ないんですよね。だから結果そのちゃんと文法を学ばなくても会話が通っちゃうんですよ。なるほど。なんでもし自分が文法を学ぶ機会をもし作らなかったとしたら別に伝わるんで、そのなんてだろう、変な英語で一生話すことになるっていう感じでも伝わるんですよ。でめっちゃけそのできればいいっていう考え方もあるので、その、まあ、人によってはなんで、そういった意味でも、まあ、コミュニケーションは取れますね。なるほど。だから文法、あとオーストラリア人も文法違ったりするらしいんでなんかまあ確かに言葉を学ぶってね、日本人でも日本語のね、こう例えば伝え方とかめちゃくちゃな人とかもいるでしょうし、でもそれでも伝わっちゃってるっていうところで言うと同じことなんだという気はしますけれども、はい、まあ、はい、ってことは別にこうあれですかね、英語の試験とかそういうところでスコアが欲しいよとか、はい、そういう場合じゃないっていう人に関しては、例えば友達と作りたいだけだったりとか、はい、まあ、最低限仕事でコミュニケーション取りたいとかぐらいであれば、別にこう学校で習わなくても、もうその喋る場数を増やせばある程度は自分にも自信がつくし、コミュニケーション取れちゃうっていうことですね。はい、全然いけると思います。もうそれは全然いけます。なるほどね。まあそれはでもある意味いけますよね、はい、なんかこうどうしてもね完璧に喋らないといけないんじゃないのかななんてイメージありますけど、まあでも今何回かみたいにいろんな国の人がいて、その他の国の人たちの英語っていうのも完璧じゃないわけですからね、うん、そういう意味ではね。しかもやっぱりその現地の人もそのスラング使ったりとか略したりとか、言わなきゃいけないことを言わないで話を進めたりとかしてくると、なんかその分かんなくなりますよね。何が正しくて何が正しくないか、なんかその文法通りきっちり話したら硬すぎるっていう場合もあるし、そのなんでそ文法とかを最初に学ぶやり方もあると思うんですけど、私はどちらかというと最初はもういろいろ話して文法とか関係なしに、もう とにかく頭に入れて、頭になんか聞いてどういう会話のキャッチボールしてるのかなっていうのを現地で会話をしながら感覚をつかむっていう風にやってますね。なるほどね。そうっすよね、はい、みたいに結局英語をどういう風にこう使いたいか次第っていうところはありますよね。やっぱ
しっかりスコアがあれば、もうちゃんと学んだ方がいいし、でもそうじゃないんであれば、今、皆さんすごくいいことを言ってましたけど、現地の人もスラングみたいな英語とかを使ったりとかされると、学校で習わない英語とかで会話が進んでいったりとかすることがほとんどじゃないですか。そうすると学校で習ったこととか本当に使うシーンないんですよね。ってなると学校行かなくてもいいじゃんみたいな話にもなりがちなので、まあ、確かにだから結局どういうふうにこの英語力っていうのを身につけたいか、その会話をしたいのか、それともその言語力、そのスキルとして欲しいのかっていうところでどういうふうに学べばいいのかっていうのは違うっていうのはね、まあ、今のお話を聞いてても分かってくるのかなというふうに思うんですけれども、ナナさんでもこう個人的にやっててこれ意味なかったなっていう勉強方法とかもあります？いや、まあ、考えてみたんですけどないですね。全部が何かにつけるなって、なんかその勉強法とかの YouTube 見まくって、なんかその本当におすすめされたやつを全部やってっていう形で、何かしらやっぱ英語上達にはつながってるので、なんかこれ意味なかったなって思うのが私はないんですけど、シュートさんありますか？いや、いいですね、素晴らしいですね。僕もまあ言うてもないじゃないんですよね。なんか何がこう無駄になってるかっていうのはよく分かんなかったりとかするのでなんかそうそうなんだよね。多分まあ、はい、そうだね、僕がなんか英語勉強した後に、例えば TOEIC とか IELTS とかそういうようななんか英語試験とか受けてて、そこでの点数がいまいち芳しくないとかだったら、はい、あ、その前にやってた勉強方法意味なかったわとかっていうふうに言えるんですけど、なんか別にそういう感じじゃないので、はい、なんか、そうなんだよね。これもね、意味なかった勉強方法はって、僕も質問作ってみたのがいいものも特にないなっていう。まあ、そうっすよね。強いて言うなら、何なんだろう。ないな。ないですよね。あんま思いつかないですよね。そう、あんま思いつかないな。日本から持ってた単語帳とかは別に読まなくてもいいかなって思ってますね。個人的には、分からなかった、僕は分からなかった単語とかをひたすらメモって自分なりの単語帳作ってます。自分の分からないワードだけの単語帳みたいな。あー、やってました。なんかそのでも結果使わなくなっちゃうんですよね。そうね、かっけ、全然続かなくて、その続かな、私の場合全然続かないんですよね、紙に書くのが。なんで、でもその書いたやつはちゃんと覚えてるんですけど、続かないんで困ってます。あ、個人的に言うと、だからそれかもしれない。意味のないことはないんだけど、確かにね、続かないんですよね。で、わかんないワードの方が多いから、まあ追いつかないんですよ、普通にシンプルにそれ作るのは。私、そうなんですよね、なんか。で、結果、なんかそのわからない言葉って、すごい使う言葉じゃなかったりするんですよ。で、その、なんて言ったら、普段使う言葉って、もう、なんか使う頻度が多いから覚えやすいんですけど、その難しい言葉とか専門的な言葉とか、もうこの場面でしか使わないよねっていう言葉とかが結構わからないことが多くて、それを全部並べて書いたりしても、でもこれ次使う頃忘れてるだろうなみたいな感じで、なんかなんて、その即効性、緊急性がないっていうか、だからそこにちょっと気合があんま入らなくなっちゃうんですよね。確かにね。それはある。それも、それも間違いないと思います。だからまあ、僕もそういうふうに単語帳作ってみたのはいいものの、結局使わなかったりとかすることもあったので、まあ、うん。なんか紙に書いて覚えるとかっていうのは意外と微妙なのかな。それよりかはなんか自分が喋ってる声とかを録音したりとか、友達が喋ってるとか録音して聞いた方がいいなっていう気はしますけど、はい。なんかこう、奈々さんの中で、やったことないけど試してみたい勉強方法とかありますか？私、IELTS の勉強とかしてみたいです、今。IELTS 用の勉強、その、だから、難しい英語、もう最近すごくつまずくのが、難しい英語なんですよね。IELTS 用の英語ってあるじゃないですか、その、結構、難しい英語っていうか、はいはいはい、その、ちゃんとしててっていう、その、もっと、レベルを上げ、なんか、簡単な日常会話できるし、自分の仲いい友達とも会話できるし、職場も会話できるし、それってもうなんか毎日使う英語全部頭に入れてるから使えるんですけど、じゃあ新しい人に会ったりとか、専門的な自分の知らない分野の話とかで盛り上がった時に一気に頭が固まるんですよね。なんて言ってんだろうみたいな。なんでそういった意味でなんか IELTS とかそういうちょっとレベルが高いテストの勉強をすれば、なんかちょっとわからない
かった単語とかもやっぱ強制的に覚えないといけないから、なんかそういうのもやってみたいなっていうのは今思ってますね。でもそれさっきの話とあれですけど、だってそのアイリスでしか使わない単語とかばっかりですよ、はい、多分言うても日常会話で使わないとかそうなんですよね。本当にそれでやってみたいで止まってます。なるほどね。やろうまではいかなくてやってみたいなみたいな感じで本当に理想ですけど、勉強方法っていうよりかは割とそのアイエルツの試験受けてみたいっていう感じなんですかね。そういう感じですね。やっぱあとはやっぱりアイエルツの点数持ってると、その例えばですけど将来に良かったりするじゃないですか、 いろんな面で行くので、そういった意味で持っといた方がいいのかなっていうふうに思うこともあるので、まあ、でも今の私の現状必要ではないんで、アイエルツか何かに、なんでそういった意味でもなんか手は出してないって感じですね今は。なるほどね。まあアイエルツとかね、はい、こうヨーロッパとかで生活しようかなと思ってらっしゃる方は一つのねこう英語の指標として、まあ、用いられてますけど、はい、そういう意味ではね、まあ、持っておくといいかなというふうに思いますし、トイックみたいにね2年間でスコア消えちゃうとかそういうものじゃないので、まあ、1回取ってしまえばっていうところもあるのでね、まあ、そんな感じで使ってみるのもいいのかなという気もしますけれども、はい、何かこう奈々さん現地の勉強方法ってあります？もう一回お願いします。奈々さん何かこう現地の人がおすすめしている勉強方法とかって何かこう紹介できるものあったりしますか？まあ、私そのネイルサロンで働いているときに現地のお客さんはそのやっぱ現地のお客さんは私がその英語が得意じゃないのが分かるんですね、やっぱちゃんとした英語でそれでよく言われるのは本当に話しまくりなみたいな言われます。その会話しまくりなさいみたいな、なんかもう本当になんて言うんだろうな、恥を捨ててというか、もうとにかく会話するべきみたいな、会話しなさいみたいな感じで言われて OK みたいなもう会話って言われることが多いですし、私の親しい周りの友達もみんな会話ですね、会話って言います。とにかく会話して、そのなんか紙メモと紙に書いて勉強するっていうよりかはとにかく会話するっていうことです。自分の声に出して話すっていうことをすごくお勧めされます。んー、なるほどね。僕結構ね、なんか映像とか見たらいいよって言われますね。まあ、ニュースとか、天気予報とか、そういう、放送番組を見たらいいよって言われて、で、特になんでかっていうと、まあ、やっぱりアナウンサーなので、まあ、綺麗な言葉しか使わないんですよね。確かに。さっき言ってたみたいに、はい、友達とかと普段話すときって、基本聞かない言葉になっちゃうんですよ、どんどん。なので、綺麗な言葉とか言い回しを学ぶ機会ってほとんどなくて、学校とかに行かないと。そういう意味では、そういうふうに、ちょっと固めのテレビ番組を見るっていうのはすごくいいみたいで、結局映画とかドラマとか見てても、崩れちゃうんですよ。やっぱ口語みたいな言葉が多いので、そういう意味では、そういうふうになんか報道番組とか見るのすごくいいよって、おすすめされて、たまにやってますし、なんかそういうの見てると、やっぱりさっきのアイアリスじゃないですけど、もう専門的なワードとか結構出てくるんで、そこで、確かに。なるほどね、みたいな、その映像プラスで見れちゃうので、結構ね、イメージが違うので、はい、個人的にはおすすめかなっていうふうにも思いますが、まあ、僕はね、まあ、言うてもやれてないのでね、まあ、個人的におすすめっていうか、この現地の人おすすめっていう感じで紹介させてもらいますけど、どうですか、映画、はい、映画とか見て勉強とかしました？いや、私もう映画見る時間を、なんか、優先順位に上げてなくって、その、2時間あるじゃないですか。で、2時間って私からしたら結構大きいんですよ。その2時間あったらなんか違うことできるでしょって思っちゃうんですよね。そのなんか私中学校の時にもう映画とかドラマ見まくって、もう本当に見まくってた時代があって、まあ、なんかそこでも映画人生費やしたんじゃないかぐらい見たことがあるんですね昔で。なんか それをなんか今するっていうのができなくって、そのなんていうのかな、私ネイルサロンそういった意味でもなんかネイルの仕事ってすごくいいなって思ってて、そのネイルをしながらお客さん同士が話をしてるんですね、とか私の同僚がお客様と話をしたりとかしてるのって映画見てるのと一緒じゃんって思って、私はなんかその日常会話を職場で聞けるんですよ。その自分がネイルをしながらそのリスニングとしてなんか聞ける環境が1日8時間あるので、なんで私は別にそれ以外に見なくて
なんかそれだったら自分のなんかやりたい YouTube の編集とかをなんかしたいなって思ったんです。オーストラリア来て映画1回しか見てないんです。いや、その2時間かかるっていうのめちゃめちゃ分かって、僕も、はい、あの映画自体をこのね、はい、6、7年ぐらい見てないんですよ。唯一見たのが本当この前のプペルぐらいで、もう、はい、ほぼ見てなくて、でもう全く同じ理由なんですよ。そのもう2時間取られちゃうっていうのがストレスなんですよね、もう。え、一緒ですね。嫌なんですよ。で、いや、本当、映画見終わって2時間経ってるっていうのがもう許さなくて、自分の中で。もうこれ映画とかね、あの作ってらっしゃる方には本当に申し訳ないんですけど、ちょっと僕そういうタイプの人なので、だからなんかなかなか見れないんですけど、まあ、でも今言ったみたいに、はい、海外に行っちゃってる人に関しては、わざわざ映画とかドラマで英語を勉強する必要はなさそうですね。で、まあ、行ってない人に関しては、そういう、まあ、そういうふうに2時間とか英語の字でのこう映像を実現するっていうのは、はい、まあ、それはそれでありなのかななんていうふうにも、まあ、思うんですけど、はい、まあ、そうですね。だから海外に行ってまで映画とかは確かになしかなって、個人的には思います、ね。あと、映画見るんじゃなくて、映画ってすごくまあ感動を与えてくれるし、いろんな気づきを与えてくれると思うんですけど、だからすごい私映画見るの好きなんですけど、でもなんで今それをしてないかっていうと、まあ、まずその2時間の時間が取られるっていうのと、なんか自分のなんかなんていうのかな、じゃあ明日に何かつなげられるかって言ったら、まあ、映画によるとは思うんですけど、ってなった時に私だったら YouTube で英語の自分の学びたいのを見た方が私はいいと思います。例えばですけど、じゃあ私は今 YouTube チャンネルを自分で持ってます。でこの YouTube チャンネルの映画編集をどうやってやったらいいのかとか、どういうふうになんか YouTube のチャンネル登録数が伸びるのかとか、そういうのをなんか英語でなんか外国人の方が説明してる YouTube 見る方が私はなんかありかなって思いますね。確かにね、まあ、その映像で学べるっていうことに関して言うと、さっきのこの報道番組とかじゃないですけど、別に YouTube とかでね、10分15分とかで見ても同じような効果が得られるっていう意味では、わざわざ映画とかドラマ見なくてもいいのかなっていうところもあったりとか、そうですね。はい、まあ、そういう意味ではそういう自分の興味のある分野で、はい、まあ、そういう映像を使って英語を学ぶっていうのはすごくありなのかなっていうふうに思うのでね。確かに、まあでも映画見れないんだよな、本当に。なんかね、損してる気分になっちゃうんですよ。こんなこと言ったら本当に怒られそうなんですけど。え、でも本当、もう本当そうですよね。なんか私もなんか全然、あの、自分がもし、あの、2週間の隔離とかになったら見ようかなぐらいでした。ですよね。本当に何もやることがない。だから僕も本当唯一見るとしたら飛行機の中ぐらいですね。やっぱそんな感じなんで。もう、あー、なるほど。時間使わないといけないとき、はい、あ、飛行機の中でも私結構時間を上げします。この時間だけ映画で、この時間は自分のやりたいことやってみたいな感じ。結構時間めっちゃ考えます。その1日24時間しかないから、その中で2時間、うん、だいぶっすよ。それでね、なんか感動しなかったら本当に切れそうだなと思って、だから見ないって言ってるんですけど。まあ、なるほどね。まあまあ、その例えばですけど、英語の映画を自分がじゃあ英語成長した時に見た方が、なんかあの分かる言葉もあるけど、たまに分からない言葉とか出てきて、あ、こういう使い方するんだっていう風に、なんか全く分からない状態で映画を見るよりかは、自分がじゃあ1年2年英語を勉強した後にその映画を見た時に、やっぱり分かる、あ、こういう使い方言い回しあるんだっていう風に気づける方が私はなんか伸びる気がしますね。確かにそれは間違いないですね。ある程度のベースは入れとかないと、ただただ呪文唱えてるみたいな感じになっちゃうので、それだと本当にいいからある程度耳が慣れてからそういう勉強方法をするのがやっぱいいのかなって思うのでね。まあ、それまでは本当基本的なところでもっとこうゆっくり喋ってるものとか、単語だけ喋ってるものとかっていうのをリスニングしたりとかして耳鳴らしていくっていうのがすごくいいかなっていうふうに思いますよね。はい、なるほどね。そうです。ということで、まあ、今日はですね、こう奈々さんにですね、まあ、あの割とこうスコアとかっていうよりかは現地で の, このコミュニケーションを取るために、はい、まあ、どういうふうに英語を勉強していっていたのかっていうところをね、まあ、お話ししていただいたんですけれども、この、まあ、最終的に奈々さん的に結局現地語を習得するのに一番大切なことって何だと思いますか？やっぱり一番大切なことは
勇気ですかね、勇気。その話しかける、なんていうの、新しい言葉を使うっていうのはすごく最初の頃は勇気がいるというか、伝わるのかなみたいな、私の発音っていいのか分かんないからっていうのが億劫で、例えばじゃあちっちゃい声で話して絶対聞こえないんですよ。だからそのなんていうの、自分の発音がいいとか悪いとか関係なしに、まず自分の英語の自信がないちっちゃい声で喋っちゃうんですよ。でちっちゃい声で喋ると絶対伝わらないからはって言われるんですよ。でそれで自信が逆に落ちちゃったりとかするんで、なんかどんなに自信がなくてもなんか大きい声で間違った方がいいんですよね。そのちっちゃい声で合ってんのにはって言われたら、なんかその合ってんのになんかへこむじゃないですか。でも、まあ、大きい声で言ったからこそはって言われたら本当に自分のなんか言ってること伝わってないなって分かるし、大きい声で言ったからこそなんか相手が汲み取って分かってくれたりとかもするんで、なんかそこでやっぱりなんていうんだろうな、最初の頃はなんかその自分がそこが結構壁がありますね。自分がなんか伝わんなかったらどうしようっていうのがあって、はっ、みたいな言われるのが超嫌で、なんかその、なんか日本でそんなこと言われないじゃないですか、自分が話してえって。その反応が嫌いで、私なんか自分が話してるのにえって言われて、え、話してるの何え？みたいな、なんか、で頑張って話してるのにえって言われるのが嫌で、でもそれでなんか話すのをやめちゃうと、英語力って結構伸びないんで、私はなんか学んだことを、すぐ使うなんか勇気、昨日学んだ英語を話してみて本当に伝わるかっていうのを試してみる勇気と、まあ、知ってる言葉をなんかどんどん発音よくしてって伝える努力とか、そういうのはすごく大事かなって思います。うん、今の本当そうですよね。勇気っていうところは今言ってたみたいに、やっぱり聞き返されてさらに自信失っちゃうみたいな人とか結構多くてね、そういうふうにするともうなんか喋るのが怖いから喋んないとかっていうふうに言ってましたけど、まあ、ナナさんもね、今日言ってたみたいに、やっぱりこう喋るのがすごく練習になるし、現地の方もね、おっしゃってるみたいに会話をするっていうのがやっぱ一番のこう、まあ、勉強方法っていうか、はい、語学力上げるための方法だと思うので、はい、まあ、そのためにはね、はい、多少自信がなくても、まあ、言ってしまうっていう、はい、その勇気っていうのはすごく大切なのかなっていう気もね、まあ、しなくもないというところですよね。はい、なるほどね。まあ、ということでね、今日は、まあ、ユニオンクリップライブ4月1発目はですね、こう現地語習得方法ということで、オーストラリアワーホリをしているナナさんにね、お話をしていただきました、はい。今回この動画を見逃してしまった方とかね、途中から見てる方とか見返したい方はですね、後日 YouTube の方にアーカイブをアップしますので、ぜひそちらの方をご覧ください。そちらの動画の概要欄の方には、ナナさんがですね、個人チャンネルでやってますので、そちらの YouTube チャンネルのね、リンク等も貼っておりますので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。ナナさん、ユニオンクリップの中でもですね、あの100の質問だとかですね、こう毎月動画を投稿してくださってますので、そちらの動画のリンクも貼っておりますので、もしよかったら見てみてください。よろしくお願いします。お願いします。来週末もですね、ユニオンクリップライブということで、他の国のメンバーが登場していろいろとやっていきますので、もしよかったらですね、皆さん見てください。時間の方はまた、こちらショールームの方で、公開したいなというふうに思ってますし、SNS の方でもね、シェアしたいと思ってますので、もしよかったらそちらの方もチェックしてみてください。で、来月からもしかしたらこのショールームのライブ、YouTube でライブする方に移行する可能性もありますので、もしそれもね、SNS の方で皆さんに告知しますので、動向についてはそちらの方をご覧ください。本日もですね、40名ほどの方ご覧いただきましてありがとうございました。もしね、聞いてみてもよっていう場合は、SNS の方でコメントください。ナナさんの方にね、後日聞いてみて、アンサーの方をいただきたいというふうに思っております。ということで、ナナさん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた皆さん、来週末お会いしましょう。素敵な1週間をお過ごしください。さよなら。さよなら。